はいどうも、カッパ園長です。何やってんですかね <laughs> 本当に、愛知県大村さんは。えいや,いや、あの、この空港がね、うん、あの各航空会社から、JAL とか ANA とかからさ、ね、この使用量、ね、この離着陸量っていうの、だからまあ、車でいうこのパーキング量、ね、駐車料金取るのと一緒ですよね。まあ、正確には一緒じゃないんですけども。自衛隊ですよ。 <laughs> これ、あの例えばこの米軍からアメリカのこのなんだ、えっ、ー、と、あれ、アメリカの空港ってなんていう名前のがあったっけ、まあなんかほら、どっかのアメリカの空港が、ね、米軍から米軍機が着陸する、ね、まあ、そういう共同利用している空港があるのか知らないですけども、仮にアメリカで、ね、そんなことがあるかって言ったらないんですよ。ね、これはあの世,界世界初だから、世界中どこ見ても、その、 国軍ですよねその国地域の国防になってるこの軍からねうん使用料を取ってるなんていうところは世界でねないわけですよだから愛知県が世界初なんですよもちろん恥ずかしい世界,一世界初ですけどもほんとこの何ていうかさっきのこのデニオもそうですけども,も何ですかねこの反日州庁は話にならないですよね うん、えじゃあ今、今後、あれかな愛知県でなんかこの自然災害とかあったらさ、ね、自衛隊、ねこのま、もう航空自衛隊でも陸自でも何でもいいですよ、ね、なんかこの愛知県に、ね、なんかそういうい復旧とかさ、ね、この緊急の何かでこの派遣するって時は金取ろうぜ愛知県の場合はえっていうことだろう、うん、いや、ずいぶんふざけたことやろうとしてますよねってかやってますよね、うん、いや、もうやってるんですよ、これ。 140億今まででがめてんですよ。自衛隊から。えこれそもそもこの県とかさ、この自治体のこの権限でこんなことやらせていいわけえ普通になんかこの国家反逆的な扱いにはできないのこういう舐めた真似は。ちょっとね、見ていきましょうかね。うんえー、航空自衛隊機の、ね、離着陸、うん、離着陸量徴収ですよね。 えー、名古屋空港、これはあの県営化されたんですけども、その県営化、愛知県、そう、愛知県のものになったあそに、だからもう完全にこれ、大村さんのさじ加減でしょ、こんなことやってんの。えー、なんかおかしくないですか、そんな権限あるの、そもそも県知事ごときに。で、えー、航空自衛隊の、えー、小牧基地ですよね、愛知県小牧市の小牧基地。 の輸送機などが滑走路を使う隣接のこの県営名古屋空港で離着陸料は愛知県に徴収されていることが8日分かったとなんで今まで内緒にしてたんですかねうんで徴収額は平成17年から、ね、だもう5年前、えー、昨年度まででだ4年間で約140億もね、うん、取られてたんだってふざけてるよな普通に考えておかしくね で専用滑走路ではなく民間航空機と滑走路を共同使用するこの空自のこの基地は空自によると全国7か所あるんですけども離着陸料を徴収されてるのはこの名古屋空港だけなんですよで軍用機にこの離着陸料を貸すのは世界でも例がないんですよねうんいやほんとふざけて恥ずかしいことを愛知県はやってるんですけどいやーさっきのデニオとなかなかいい勝負ですね大村さん で、えー、県、えー、名古屋飛行場条例に基づき、空自が昨年度徴収されたこの離着陸料があ8億5000万円、えー。午前7時から午後10時までの、えー、空港運用時間外に離陸すればあ、時間外離陸料も徴収されてると。タクシーかよ。なんで深夜料金なんか取ってるの、こいつら。え、もうこれおかしくないですかで、しかもこれ愛知県はね、この有事で、 ね、このくえ空時機が離着陸してもその離着陸量は徴収するとしていて滑走路の修繕費などを捻出するためとか補佐るんですよ絶対違いますよねこれで小牧基地には空事の第一輸送航空隊があって、えー、C130 輸送機と KC767 空中給油輸送機を運用し 空輸任務のの重要拠点の一つ、えー、中国による、えー、南西諸島侵攻や台湾有事では離島の住民や台湾在住の邦人を輸送することや空中給油を行う任務が想定されてるのにもし万がいてその際にも金は取るっつってんですよ愛知県はおかしくね で名古屋空港は17年の中部国際空港の開港に伴い、えー、設置管理が国から県に移行したと、えー、空港を存続させたいという地元の要望からだったともう一回国に戻せよこれで県営以前は昭和27年から運輸省国土交通省ですかね今のが管理していたで管理は航空管制や消防機能滑走路の修繕で県営になる前は国交省が主になって空自から離着陸料を徴収はしてなかったんですよね で国の管理から、えー、県営に移行する際の経緯を知る防衛省 OB によると政府は自衛隊に管理を移そうとしたが自衛隊の権限強化につながると反対の声で地元で上がったとふざけてんなうんでそれを受け県が管理する案が浮上したといやもう自衛隊に移行すればよかったよなこれどう考えてもさだが県が管理しても航空管制と消防機能を担う能力はなく空自に任されたと ね、結局や、ね、実際にこの管理、運営しているのはあの県じゃなくて、空自なんでしょ。ね、なのに、県がなんで金だけ取ってんだよな、ふざけてるよな、で県は滑走路のお維持管理を受け持つことになり、それにより離着陸料の徴収を空自に求めてきたと、で防衛省自衛隊は航空管制も消防機能も空自に任せながら離着陸料を徴収するのはおかしいと、えー、強く抵抗したが、県に押し切られたと。 押し切られたって書いてあるけどなんかいろいろあったんだろうなこれねうんいやーおかしいなこれはなんかいろいろ調べないとダメなんじゃないのうんで政府高官は国防を担う組織に航空管制など担わせた上離着陸料を徴収するというのは世界中で聞いたことがないと疑問視しているといやもうこれ秒で改めさせないとダメだよね何やってんのいやもうふざけすぎでしょうん いや、おかしいところじゃないよ。まジで国は正式に抗議しなきゃだめですよね。うん。いや、大村知事、ね、おかしいよね。やっぱこの人も秒で外さないとだめだよな。うん。ね。だからまあさっき言った通り、ね、この、まあこれをどうしても続けるっつうんだったら、てかもう5年もやってきてるんだからさ、愛知県が万が一自然災害にあって自衛隊に派遣要請したら金取ろうぜ。当然だろうん。ね県内の。 ねええー、例えばこの愛知県側からさ県内被災地に救助ヘリ飛ばしたいけど、えー、空港使用料払えないので出動できませんって例えばこ断るとかさうんてかもう明日からそれでいいと思うぜうんいややっぱりさ知事がおかしいやつになると、ね、県そのものもやっぱりおかしい方向に転んでいくのなうん で、まあ、これはね、もうどう考えてもおかしいんですよ。だって、カスガイ市に日本中の税金が入ってるわけでしょでね、まあ、ざっくり流れを見ると、平成17年セントレア開港時に、地元がこの管理主体を国から県に移行したいと申し出たと。で、国は本当は管理を県に移したくなかったんですよ。なんでこの突っ張れなかったんですかね で、えー、国の管理は自衛隊の権限強化につながると反対の声で地元,がが地元で上がったんだって。で、結果管理主体を県に移行して離着陸量の徴収開始。どう考えたっておかしいよね。うん。だからこれ国の管理は自衛隊の権限強化につながるって反対の声を上げた奴らが原因ですね。こいつらを調べればいいんですよね。うん。だからもうこいつらを捕っ捕まえてぶち込め。うん。 いや、話になんねえな。うん。これ真似するなんか反日知事出てきそうだな。ねさっきのデニオあたりがなんかいいこと聞いたみたいな感じで。悪知恵働かせそうだよ。うん。いや、おかしいっすね。ねだって有事の際にも離着、離発着でこの料金徴収するとか言って。何考えてんだよな。うん。いや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 、これはもう速攻改めないと。うん。ということで、えー、今回以上でされてございました。ではまたごきげんよう。